滝沢秀明氏設立のとべ裏話。平野紫陽が語る芸能界での新たな一歩、清々しい表情の先に潜む秘密。平野紫陽ルイ・ヴィトンとのパートナーシップに迫る。皆さん、こんにちは。日本のエンターテインメントシーンに革新をもたらす注目すべき出来事が進行中です。それは、平野紫陽さんが参加する映画主演プロジェクトに関するものです。なんと、その鍵を握るのは、 ジャニーズ時代の成功者でした。平野さんの唯一無二の演技力は業界屈しで、主演が確定の噂が広まっています。まず、芸能事務所、トベに所属する平野紫仕さんが新たな舞台に登場します。2月7日に発表された情報によれば、平野さんがサントリーの新テレビ CM に出演することが確定し、その放送は2月10日からスタートする予定です。この CM では、 平野さんが初めて主の CM に挑戦し、新しい一面を見せてくれることに期待が高まっています。CM の内容は、平野さんとお笑いコンビの東京全開モートのタミンさんが、手羽先が名物の立ち飲み居酒屋で楽しむ様子を描いています。水割りを注文した際には、爽やかな味わいを清流に例えるシーンがあり、自然のイメージが広がるなど、新しい一面を楽しめることでしょう。撮影では、 初共演ながら東京全開モートのトークで盛り上がり、アドリブトークも披露。これにより、スタッフから大きな洗いが起きたとのことです。平野さんは清々しい世界を感じるシーンではアドリブトークを披露し、初共演とは思えない息ぴったりの掛け合いでファンを楽しませました。ネット上では、CM 発表に対して多くのファンが喜びの声を上げています。待ちに待った平野さんのテレビ CM に、ファンからは、おめでとう。 今夜は乾杯だ、などの歓喜のコメントが寄せられています。テレビで平野さんの姿を見られることに、ファンは本当に嬉しい様子です。平野さんは、会見で新ビジュアルを披露し、すがすがしい表情で撮影に臨んだことを明かしています。自身のキャラクターについて、すがすがしいと評価されていることに感謝し、30歳に向けて頑張りたいと力強くコメントしました。イベントでは、すがすがしい一言チャレンジと題して、 ファンへの感謝の言葉や頑張りたいという気持ちを伝え、独自のコメントで場を沸かせました。さらに、平野さんは個人としても注目を集めています。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップ締結や、イヴ・サン・ローランボーテのアジアアンバサダーに任命されるなど、幅広い分野での活躍が期待されています。その個性的で魅力的なコメントや活動により、ファンの期待感は高まるばかりです。 この CM 出演により、企業の広告戦略も注目を浴びています。サントリーは、従来のジャニーズ事務所との契約方針を見直し、新しい才能を積極的に起用する姿勢を示しています。これは、ジャニーズ事務所の性加害問題が表面化したことを受けたものであり、他の企業も同様の方針に舵を切る可能性があるようです。最後に、平野さんが目指す未来について考えてみましょう。彼は、 自身がエンターテインメントの中で、明日が来るのが楽しみになるような存在になりたいと語っています。そして、その目標の先には、いつも応援してくれるファンが存在していることを強調しています。滝沢秀明氏によって設立されたニバイトというプロダクションに所属し、これまでの成功を支えてきた人物たちとの絆も大きいようです。平野史洋さんの今後の活動には、ますます期待が高まっています。 その才能や魅力を最大限に発揮し、エンターテインメントの新たなる頂点に躍り出ることでしょう。彼の冒険心と意欲に満ちた姿勢は、ファンだけでなく、エンターテインメント業界全体に新しい風を巻き起こすことになりそうです。新たな一歩を踏み出す平野潮さんを、これからも注目して。